5月21日土曜日、いなべ市役所シビックコア棟でグリーンクリエイティブいなべ主催のいなべサウンドオブグリーン新緑の奏でと題した音楽イベントが開催されました。これはにぎわいの森が3周年を迎えたことを記念して開かれたものです。新緑の時期のイメージに合わせて今後の活躍が楽しみなフレッシュなメンバーが出演しました。四日市で結成されたティオの演奏に続いては、高度なテクニックで多くの人を魅了する高校1年生のウクレレプレイヤー宮田翔平さんです。四日市ティーンズミュージックフェス2021でグランプリを受賞した宮田さん、2020年のステイホーム中に自宅にあったウクレレを触り始め、憧れのウクレレ奏者の動画を見ているうちにどんどんのめり込んだそうです。そして音楽大学に通う吉川翔吾さんをリーダーとするカルテットです。ジャズのスタンダードやポップスなど耳なじみのある曲が演奏され、来場者を引き込んでいました。さらにいなべ市で音楽教室を開いている伊藤理沙子さんがピアノの太田理子さんとデュオ R として出演し、澄んだバイオリンの音色を会場に響かせました。グリーンクリエイティブいなべの関係者は、今後も地元の人たちと一緒にアートを取り入れた催しを開いていなべを盛り上げていきたいですと話していました。